オッケー。よっしゃ。何やる？ちょっと以前恋愛相談やってん。で今回はちょっと恋愛じゃない、うん、ちょっとまあ友達関係とか、うん、そういうことの人生相談的な、うん、相談にちょっと乗らせていただこうかなっていうふうにちょっと思ってます。ゴンボテンさん、うん、男性の方ね、26歳会社員の方、友達関係の悩みですと。僕は津田さんのように周りからいじられることで愛されるキャラに憧れています。しかし現状は残念ながらいじりにくくて賢いキャラとして定着してしまっています。津田さんのようないじられ愛されキャラに変わるために日々どんなことを意識すればいいと思いますか。ダイヤのお二人のご意見を伺えると嬉しいです。よろしくお願いしますっていうのが来てる。なるほど、うん、続いてがその紹介する。確かにもうそれ答えようないからもう次行っていいと思うけどな。これだからそのいじられキャラみたいなのに憧れてると。もういやいやもう憧れてへんでもいじってるだけよ。もう次行こう。そういうのいい。だからどうしたらいいかって、津田さんみたいにいじられやすくて俺のこといじったんです。高校落ちてるキャラ、それを返して俺のこといじったんです。だから高校落ちたりとかで、だからさ、ね、もう次行こう。してんのかな。高校落ちたりとかせんのいじられへんとかないね。もうめんどくさいよ。俺のこといじったんですそいつ。だからもう多分ねブロックしといて。まあこんなこと言ってあれやけど、多分ちょっとまあ無理やろね。無理無理。だって歩みが多分違うと思う。その高校落ちてたりとか、それお前やねん言うてんの。塾で C クラスやったとか、そういうなんていうの、隙を与えなあかんのね。いじられる。山ほどあんやで。いじられるやっぱ隙を。それは人間力よ。与え。これそれはもうそういう風にいじらしてあげてんやから俺は。だから。いじられてんじゃない、いじらしてんね。笑われてんじゃない、笑わしてん。それぐらいのこうなんていうの感覚というか、疑って。うん、疑って疑っての感覚ってことね。なかなか腹見せへんぞってことでしょ。そう、うん、いじられてると思うなよっていうところ。だからこういう俺がいじられてると思ってる分はまだまだアホやなと思うけど、俺はいじらしてんねん。笑われてんじゃないの、笑わしてんねん。笑わしてんのはそのいじってる人やもんな。いじってる人が笑わしてるわけや。どういうこと。いじってる他の人がいじってくるやん。そのいじってる人が、うん、その周りの人を笑わしてるっていうことやもんな。俺が笑かしてる。でお前はそのいじられてる、いじらしてるってこと。そう、いじらしてあげてん。ほならこの彼はどういうふうにしたらいい、うん、それはもう知らん。お悩みそうだ。どう答えたらいいの。好きを与えるっていうのが大事。好きなんか与えてないよ。好きはでも、あ、いじらす、うん、まあね、そのだから周りに、これもあるやん、周りにそうやっていじれる人がおるんかっていうこともあるやん。まあな、ちゃんと器用にいじってくれる人が周りにおるんかって。いや俺は器用にいじってるみたいですね。雑やで、高校してるとか。いやいや、そういうそれをいかに返せるか、一生懸命返したいんじゃないの。そういうポイントをちゃんとつついてくれる人がおるかどうかも大事やん。まあ、確かに、ね、いじめと神一人やから、うん、面白くね、うん、俺はいじらしてあげてんやから、それ勘違いしちゃうから、そこを辛い思い出とかをもう笑いに変えてあげれるような人がおるかどうかやね。自分を高めたい。ね、自分高校落ちたミスとか、いやいやそういうなことを笑いに変えてる、上げてれる人がおるかどうか。でまあ、周りも結構いじってくれはるし、それやっぱりいじりたくなるような人間ってあれってことよ。可愛げ。それだけ。その周りにそういう人もおるかどうかが重要よね。そうやな。そのいじる力がない人かもわからんしな。でも普段生活でいじられるとか必要ないでしょ。うん、だからちょっとね、そういう会社でってことね。そう。会社のいじられ役。それ大変で、上司になられへんで。いじられてるとか部長になるか、取締役になるか。でも島耕作がいじられたか誰かに。そうだから無理よ、そういうのは無理やけど、ただ正しく生きるために、うん、後輩が後輩に追い抜かれて、うん、後輩が上司になった時とかにもちゃんとなんか使ってくれたりとか。
はあるかもしれない可愛げが出ていじられポイントだったらな、うん、全部のいじりに返してるわけではないですよね津田さん。何が返してるよ。俺は人見てるやん、見て見て全部返してる人見て。なんでなんすか、あの 売れてる兄さんには腹見せるけど売れてない人にはもうあの歯むき出し あの犬が怒ってる時の顔、あの歯むき一番怖い顔犬が餌取られてくあの顔するやん。いやいや、まあでもそれも大事よ。売れてる兄さんにはもうおそ腹見せる。兄さんそれも大事よ。ブリブリうんこして でそれも大事よ。あの何でもかんでもさ、そんなもう普段嫌いな兄さんいじられたら何もすかって。いや、誰にいじられてもこいつはいじらせへんなって誰にいじられても見事に返してたらこいつすげえ。いやいやいや、返してるよ俺。あんな雑ないじりしてるのにめちゃくちゃ返してめっちゃええ感じにしてるやん。こいつやっぱすげえってなるやん。誰でもいじられても、なんでですか。あんなの、いや嘘つくなよお前。聞こえへんふりしたりとかあとあの歯むき出しの顔それおかしいやん。ほんま実際やってるもうかむもうかむの時実際やってるよ俺例えじゃなくても実際やってもてるよ。でも頑張ってください本当に。ね。ねえ軽いね。人生楽しんで。涙ぐらい流せ。なんでこれで涙流さなく。人生楽しんでください。ブロックするぞ。変ないじり方したら。この方どんな店員でもいいやん。女性の方ね。22歳学生。来年から社会人になります、私は人見知りで同期の人たちと仲良くなれるか心配です。働く場所が人それぞれ違っていて同期と一緒に働けるかまだ分からず、必ず同期と会えるのは月一の何か知らん集まる会です。何か知らん集まる会ね、うん、同期と仲良くなるのは最初の印象やつかみはどうしたらいいでしょうか。いや女子でつかみ寒いねつかみとか言うな。やめたれや。ちょくちょくもっと趣味になって考えたれやお前よ。いや考えたけど最後がさ、なんかつかみどうしたらいいでしょうか。つかみなんかないねん。寒いこと言うな。でも大事やな、なんか、まあ、なそんなん別にね、自然でええやんな。自然にしてたらいいんすよ。普通にしてたら仲良くなるよ。そんなもん最初の、まあ、第一印象大事やけども、うん、普通ににこやかに挨拶してこんにちは。そうそうそうでええねん、別にそんな一発ギャグでやったりとかさ、うん、つかみとかでアヒョーンとかさ、そんなすぎてないやんか本当に。でもやってたよな NAC の一発目の4月でやってたな、お前アヒョーンって顔真っ赤に涙目にきながら目ちばしにながらアヒョーンお前やんけみんなの前で怖い怖い怖いみんなの一発ギャグに使えてセンチカモンやってたやん手バタバタやってセンチカモン俺がさいいぜちゃうってマジちゃうって西さん大丈夫俺さん大丈夫任しとけって友達いっぱい作ろうやって。いやそういう場ちゃうしやめてマジでやめてくれ千時間もーって西さんちょっと怖いって包みや受けてたやつ包みや包みってやつやねそれ実際もうやめたやつまあそういう千時間のいいんちゃう。いや手バタバタ動かして千手観音でそう社会人やねん。社会人週一やろ千手観音やったらいいと思うで。千手観音は水沢方式で言ったらいいやん。じゃあ俺やってへんやん千手観音やって。千手観音それ包みやねんだからもうやめた包みってやつやねん千手観音。面接の時俺の前のグループやって面接の部屋から聞こえてきた千時間のって面接でもやってるやんそんなんやらなあかんのギャグやってるあいつって。でそれでめちゃ焦ってやる。それなんか作る今からにもう落ち着けよお前。嘘つくなお前もう全然聞こえへんふりしてずっと歯向きだよどうしてなんか芝犬のなんか歯向きだし一番怖いテラコーさん女性の方23歳会社員の方ね、あでもこれねさっきとあれやな会社のいや会社の人にいじられるのがめんどくさいですって。私は昔からいじられやすい体質で職場でもしつこくいじられます。よく言えば可愛がられているとも言えますが正直めんどくさいし体型や容姿のことでいじられるのはメンタルが落ちてくる時落ちている時悲しくなります、うん私も、
いちいち私もいちいち突っ込むみたいなことをしたり、相手が喜ぶ反応を考えて対処しているのが良くないのでしょうか。どうすればよいでしょうか。ご教授お願いします。なるほどね。だからいじられると、だからそれがもうめんどくさい、うん、だからさっきの人とはちょっと逆やな。さっきはいじられたい、いじられるのめんどくさい、はい、これでももうあれでしょ、あの犬が怒ってる時の顔を歯むき出しで、あの顔したら分かりやすい、ね、まあ、それでいいと思うよ、ほんまにガチ切れでいいと思うよ。怒ってる、いてガチ切れしたいね。もうえってもうっとしのもんないなお前って。それで終わりですよ。なんか言ってきて、いつもみたいな感じ言ってくるやんか、うん、えー、めたやっちって太ったんか、うっさいボケやもん、これ来やお前ブロックするぞこら。いやブロックとか別にそのでもほんま普通に、あ、まあ、もうえってもうほんまないし、もうここ行けやん。もうそれもなかなか言われへんやん。言う勇気、いや言われへんから一回なんか無視したりとかしたら、あ、うん、もう何もせえへん。もういじられて今まではこの人もええ人やから、うん、ちょっとな返したりしてたよな。返さなかったらええねん。だからそれをもうやめて、ちょっと私機嫌悪いですよ感を出したら、そうで 返さなくてそれでね、あいつ、うん、ボケってなるような人間もそんな人間やから、もう付き合わなかったらええだけですよ。ほんならもう例えばたい、ね、いじってくるやん、うん、まあ、どおい、いや、あの、ほくろ取ってるやん。なんて、ほくろ取ってるやん。さ、なんか高校してんねやろ。でもほんまに大使やったら、うん、でもすごいよう言うてくれるんですけども、うん、正直それもあんま思んないですわ。っていうの。もう全然面白く、ちょっと気分も嫌なんで、ちょっとやめてもらっていいですか。うん、ちょっとほんまに嫌な感じで聞こえたらごめんなさい。あのすごくもう嫌なんでやめてもらっていいですか。でも普通ガチで。でも女子に言いますよ。これ確かにこの人がこうちょっと言ってるのが、あの、体型容姿のことでいじられるのはメンタルが落ちている時悲しくなりますやから、そういうことも言われたり、いやいや、メンタル落ちてる時もクソも、平常時も女子やろ、女性に対して容姿やな、体型容姿をいじるような人間はクソ人間やから、そんなやつすごいお尻大きいねとかさ言われるんちゃう。大きいお尻言われたらもうそれも小僧ぐらいのお尻してるやんとかさっていうの言われるから、それはもう返さんで、それはもう怒っ、それセクハラやん。セクハラよ、ほんまに。もうそういう人事部で言うてええやん、それ言うたら。セクハラで言うべきよ。セクハラですよ、パワハラですよ、ね、何でも今何でも言ってセフラですよ、ね、セフラセクハラですよ。じゃあ言ったらもうほんまの最高の解決策言いますわ。何、会社呼んでお前を、うん、行ってどうすんの。行ってあげる。でもうブチ切れたるよ、そんな。なんでどう、この子手繋いで入ってって会社に。この子と、うん、娘の学校や。ちょっと不健明くさし登録者数が100万人いきますように。よっしゃー。